やだまってなぞ島根だ今のと島根だ。いや、東海オンエア散々くだらないことをやってきましたよ。でもね、たまには教養のある皆さんにためになることをね、していきたいなと思いまして。素晴らしい。やっぱ日本語だけだと間口がすごい。もう一回行こう、もう一回。やっぱ日本語だけだと。お前、もう間口が広い言葉にとらわれてんじゃん。だから他の言語も活用していきたい。うん、大事。私が講座を作ってまいりました。はい。英会話講座です。英会話講座。英会話講座。英会話か。英会話。へ？英会話。英会話じゃなくて、英会話です。おなら。いや、だから分かってる。本日は、おならを学ぶのですか？バチバチのおならです。東海オンの動画って、変に字幕が入ることあるんですよ。あ、ありますね。英会話、僕ら得意なんですよ。自然とやってんな、今までに。それを今回、改めて学び直すというか、という感じでやっていきたいと思います。講座1。はい。リスニングでございますね。リスニング、はい。今から VTR をちょっと軽いやつを流しますんで、はい、へは何て言ってるかなって軽く答えてください。軽く答えるんですか。レッスン1。はい。もうやめろって。もうせめてお前出ろよ。言います。はい、レッスン1こちら。では最後に一つ聞きますが、あなたは弊社にどんな利益をもたらしてくれますか？そうですね、私にはリーダーシップがあるので、チーム全体の士気を上げることができます。そしてなるほど。それでは最後に私からあなたにこの言葉を送ります。おいおい、いいかげんにしろ。知らねえよ俺だって。パパパじゃねえわ。で最後2022年一番笑った。いつまでこの動画をさ、こういうくだらない動画をさ、ファンが見てくれてると思ってんだよ。本当だよ、もうありがとうございます。ちょっともう一回見せて。ぜひ一緒にね、お考えください。はい。では最後に一つ聞きますが、あなたは弊社にどんな利益をもたらしてくれますか？そうですね、私にはリーダーシップがあるので、チーム全体の士気を上げることができます。そしてなるほど、それでは最後に私からあなたにこの言葉を送ります。おい、わかるわけない。こんなのクイズとして出すな。クイズというか、講座中の講師のわかりますか皆さんくらいの軽いやつです。答え教えて。答え教えてくれ、頼む。絶対のところが、内国無欠席に聞こえたんで、遅刻無欠席で働き続けれますとか。いいんじゃないでしょうか。え、じゃあ答えはですね、無欠なタバコが好きです。は、え、今なんか芝居が面白くなくしちゃったわ。え、この動画を叱るなよ。叱らないでよ。そんなチープなボケなんだ。俺すごい困って作ったんですよ。俺のネタじゃないから。これ誰の。唐揚げくん。唐揚げだよ。唐揚げ。なんと。なんでだよ。あれ、その後もあんのか。そうで、後半。なるほど、それでは最後に私からあなたにこの言葉を送ります。あー、でもこれは分かるわ。これは分かった。じゃあ、せーの、というせーの、お二人をください。あー、一緒じゃない。あー、もう黙れですかね。普通に。まあ、そうだね。あー、それを踏まえてもう一回見て。今のいいって、もう見んのやめろって。テロップちゃんと入れて。酒用のタバコと黙るよね、ちゃんと入れて。では最後に一つ聞きますが、あなたは弊社にどんな利益をもたらしてくれますか？そうですね、私にはリーダーシップがあるので、チーム全体の士気を上げることができます。そしてなるほど、それでは最後に私からあなたにこの言葉を送ります。最後の黙る、ちょうどいいね。ちょっとね、アメリカンジョークの空間が出来上がったね。ということで、リスニングレッスン終わったということで、 Repeat after me。 今回ここの教材に出てきた黙れを皆さんに発音してもらおうかな。なので今から
おならをしてください。なんかこう、こう、とかですか。いえ、あ、ダメ。ケツで。ああ、じゃあ英会話の教材だ。ああ、美味しそう。英会話上手になると噂も。匂いとかは関係あるんですか、コードには。匂いは残念ながらないですね。音だけ。いや、臭くない方がいいですね。まあまあないよ、これ。閉じすぎると、閉じすぎると、ピーッなっちゃうね。これ、高い音になっちゃうと威厳がないですからね。はい。でも、黙れでしょ。あ、僕あれ出ないんだな、なかなか。肛門が、ひだひだひだってなってる。だって、唇震わし出してる。口で真似するときも。来るかも。お、あ、お。お尻を閉じてるけど柔らかく。はい。いきます。セッチが可愛かったね。今のなんすか。やめてお、お、見本見せましょう。先生じゃない、こうやるんです。はい、黙れ。いきます。はい。ちょっと高くないですか。ちょっと高いな。ケッチメイクだったね。やっぱ低いのってむずいんだね。うん。あ、お、来た。お、 M 短い曲がいいと思う。ちっちゃいな。ちょっとでもいきます。ちょっと話しかけぐらいの、うん、エクスキューズミー的なあれでしたね。はい、じゃあ、黙れはこんぐらいにしときましょうかね。はい、いや、難しかったですわ。どういう編集されたのか恐ろしすぎる。でも同じことです。はい、同じような VTR が流れるんで、はい、まずはリスニング問題で何を言ってるのかなっていうのを答えください。はい。なあ、ジェシカ、何よ、トム。ちゃんと問題として見てください。なあ、ジェシカ、何よ、トム。これどっから持ってきたの？変な音。何この長さ。中山筋肉寄りな部屋だよな。そんな出さんでいいじゃんっていうぐらいの音。何よ、トム。トムのセリフだよ。そう、トムのセリフで、どこまでトムかもわかんないんだよな。なあ、ジェシカ、何よ、トム。いや、アンサーが対応してるよ。トム、ジェシカ。トム、ジェシカ。トムは溜まってんだね、すごい。トムすごくない？あの、ブン渡した後にあれ、あの長さでやるこれいいですか。はい。が、愛してるだと。まあそうだと思いますね。で、その汚いジェシカの答えが私もよ、で、ブーがこれからも一緒にいよう、で、最後のベンがだと思います。ほぼ正解。おお、うん、愛してる正解。え、出しまよ正解。おお、だ、僕と結婚してくれないか。わー、結婚。あー、なるほどね。強かったもんな。なるほどね。そう思って聞いてみる。うん。なあ、ジェシカ、何よ、トム。ちゃんと愚痴で言え。ということで、リピートアフター、結婚してください。あー、そこで、はい、これはやばいぞ。これ長いね。これやばいね。これ本当に人間の屁か。出したこと人生であるっちゃあるやん。レビュー高すぎるぞ、これ。これ上がっていくってありえんの？単発なんだよな、たぶん。スーッと引き伸ばして。はい、わかりました。出します。めっちゃポンやん。装填の量がちゃんと多くないと出せないもん。そういえば、ほんと
とに少なくとも半分くらいあってようやく足りることになります。こういう系の動画って屁が出ないと本当にさ、なんか仕事してないから半端じゃないんだよ。何をしてるんだこいつらって思われる。本気なんだけどな。どんどん居心地悪くなるから屁が出ないと。で、焦って出なくなるでしょ。なるほど。トリガーポイント押すわ。あ、ちょうどここやべぇ背中の虫の譲れやばい。あぁこれひどいぞ。カメラを見るとなんかひどいぞ。あぁダメダメ。え、へぇ出たよ。へぇ出たよ。へぇ出た。へぇ出た。へぇ出た。あぁ出ないよ。来た。お、洋食屋さん。どうもどうも。知ってみますか、洋食。うん、もう無限にできるもんね。そう、軽く入れて。あ、すいませんね、こんなののためにカメラ引いてもらって。出てるよ。出てる。冷静なツッコミやめて。あー、すっげー怖い、これ久々この感じ、ね、あ、もう充電できました。はい、お、いきます。あれよ、うん、さあ、愛してる。でも惜しい。あ、やばい、うんち出ちゃう、うんち出ちゃう。トイレ行って、トイレ行って。まずい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 。オペラ歌手のような部屋。うん、洋食もう一回チャレンジしていいですか。もう哲也が勝ってるかもしれない。哲也エースだ。うわー、すごい。入ってる音なの。すごいね。お腹空いてるみたいな音。うわー、もうすごい便意が半端じゃないこの。あー、来た来た来た。立ってちゃえ、立ってケツ閉める、ケツ閉めて。いきます。はい。ハーモニーしてたよ。すごいすごいわ。長さとか、長さも途中から上がってる感じもそうだったんですけど、最後ちょっと積み切ってなかったなっていう。こう切ったかったんだよね。もういい、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 出てた。シップスケ、シップスケやつ。おなら出た。もういい。おならもうない。もういい、もういい。いいよ。でも見るだけ見せ。今日の講座の最初のやつを振り返って今日は終わろう。では最後に一つ聞きますが、あなたは弊社にどんな利益をもたらしてくれますか。そうですね、私にはリーダーシップがあるので、チーム全体の士気を上げることができます。そしてなるほど、それでは最後に私からあなたにこの言葉を送ります。サクッスね。ごめんなさいね、本当に。あー、ハズレでした今日は。これが上がってるとしたらボツギリギリ耐えて上がってます。ギリ耐えだねこれは。ね、なんかおー、さよならじゃん。さよなら兵したいね。あ、どこ。ちょっと俺も殴ってないかな。おお今黙るじゃん。